ョウの木は、人長下下人長下属に分類される、常緑小低木の一種。和名は、果実が、ョウのように非常に、辛いことに由来する。私有一種、樹高は0.5から1メートルでまばらに枝分かれする。樹皮は、褐色で強靭で無毛。葉は、長さ6から10センチメートルの、頭皮心型でやや柔らかい角質で護生し、枝先に集まる。人長下より、 葉先はよく尖り、最大幅は先より、傭兵は長さ1から5ミリメートル、表面の側脈は不明瞭だがわずかに浮き出る。昨年の枝先に方向のある花を登場につける。額は白い筒型で外側に細毛があり、先が四列する。花柄に短毛がある。開花時期は3から4月。果実は液化で長さ約1センチメートルの高楕円型で。 6から7月に赤く熟し、辛みがある。種子は、長さ約5ミリメートル。産地の林下に生育する、常緑小低木の古生の木、朝鮮半島南部の、島と日本の温暖帯にやや稀に分布する。変種の台湾古生の木が、中国と台湾に分布する。日本では、本州、四国、九州、薬島、種子島、都から列島、奄美大島、徳之島、 沖縄に分布する。産地と丘陵地の林家に生育する。日本では以下の多数の都道府県により、レッドリストの指定を受けている。瀬戸内海国立公園の特別地域内などで、採集が禁止される植物に指定されている。大韓民国では、チェジュ市の全高座里の古生の木と小谷渡りの群落が、チェジュ特別自治道の記念物に指定されている。 ありがとうございます。